お客様、どうもこんにちは、カズラです。いやー、ついに買っちゃいました。ドトールでタピオカでーす。いやー、今まで飲んでこなかったけど、ついにミーハーに屈してしまいました。まあでもやっぱね、批判するためにはね、体験しなければいけませんから、これでね、やっと批判ができます。どうせ美味しくないだろ。大して美味しくない。昔横浜中華街で飲んだやつだ。で、これミラノサンド、なんかおしゃれなヨーロッパの名前ついたサンドイッチ。うー、これが400円。見えない。これが400円、高え。まあ美味しいけどさ、2つで合わせて900円。業務スーパーだったら3日分の食費だ。まあ美味しいけど、もうリピートはしないかな。ちょっとお客様、秘宝です。今ですね、まあお買い物ついでにこのバッテリーを車で充電、まあ走行で充電できるか検証するために来てたんですけど、まあわかりやすい、これカーシガーソケット、このインバーターを通してコンセント出力して、この出力先にまあこのモバイル電源の充電端子で充電器っていう感じでやってたんですよ。で、そのね、カーシガーソケットの大元はこれ使ってたんですよ。これ2つ2口あるからさ、これ経由でやったんだけど、なんかこれね、こっち来てよし帰ろうと思ってさ、車動かそうとしたらさ、これ動かなくなったんだよね。初めこっちぶっ壊れたのかなとか、こっちぶっ壊れたのかなと思ったんだけど、これをモバイル電源の方に繋いで検証したらね、動かなかったから、これが壊れてるみたいなんですよ。これ、20分しかしてない、今。20分で壊れた。多分これ、あれ、なんだっけ、あれ、中のヒューズが切れたんでしょうね。これってヒューズ入ってますよね、確か。だから、多分一瞬でヒューズ切れたっぽいんですよね。でもこれ開けるところないんですよ。これ交換できんのかな？いやー、これダメなのか。モバイル電源つか、インバーターこれ経由するときって、こういうの通しちゃダメなんみたい、ダメなのかな、わかんなかったけど、適当に刺さるから刺しとけってやってみたけど、これダメっぽい気がしますね。ってことで、これ、モバイル電源つなぐときは、まあ、この、直接もうパソコンじゃない、車本体にこれをつなげるっていう必要がありそうです。まあ、それでもまあ、大丈夫かな。一応ね、ほら、これつけたんで、ここにね、USB あるんで、ここからスマホ充電できるから、まあ、この車、ナビないんで、スマホのナビで行くんで、まあ、充電しながらしないといけないんですよ。だからまあ、大丈夫っちゃ大丈夫だけどね。多分、大丈夫なんでしょう。そう願います。今日はね、こう、贅沢三昧。ほら、北海道限定なのかな、これ。どんぐりっていうね、高級パン屋さんに来ました。結構これがまあ、美味しいからね、たびたび来たことあるんだけど、ここ数年来たことがなかったんで、ちょっと行ってみます。お客様、どうもこんにちは、かずよです。いやー、疲れた。今日はね、まあ、車の、バッテリーですかね、でっかいバッテリーを車中泊で充電できるか検証するために、エベツまで行ってきました。まあ、無事、充電されてるっぽいので、まあ、大丈夫かなという感じですね。はい。まあ、でも、すごい速度でどんどん充電するってよりは、ちょっと1日6時間走って、満充電するのかなって感じなんですよ。でっかいバッテリーなんで、満充電しなくてもまあ、足りるかなっていう感じはするんですけど、まあ、でっかいゲーミングパソコンを動かすので、まあ、できる限り充電はしてほしいなっていう感じなんですけど、まあ、最悪、充電できなかったら、できなかったで、スマホで動画編集するっていう手もあるんだけどな。まあ、でもそれはな、ちょっとめんどくさいので、まあ、なせば、行き当たりばったりやろうと思います。そして、なんと、贅沢に、北海道、まあ、札幌の名物、どんぐりのパン屋さんでパン買ってきました。これがまた高いんですよ。全部でね、普通のこういうパンが3つと、サンドイッチが3つかな？買ってきました。合計1200円くらいですね。ほんと1個がね、最低200円くらい。で、高いと300円とか、するんですよ、本当に。だから本当普通のパンの2倍くらいの値段なんですよね。高い。まあでもせっかくなんでね、買ってきました。まずは、1つ目は、
じゃん。ベーコン卵パン。これ美味しそう。うん、美味しい。特にこのね、卵じゃないや、マヨネーズはね、すごい味が濃くて美味しい。美味しいなぁ。とても美味しい。でもなんかこれ、材料だけ見ると、自分でも作れそうって思えちゃうけど、マヨネーズが これ、ちょっとこだわってるのかな。普通のマヨネーズではない。で、こっちはカレーパンですね。やっぱカレーパンはね、押さえておきたいパンですよね。すごいパン生地がね、ふっくらしててね、美味しい。カレーは全く辛くなくて、なんか具だくさんですね。野菜かな、まあ、これも美味しい。お次はなんか謎のね、謎のパン。なんだっけな。でもこれ周りがチーズ。まあチーズパンですね。まあこれはね、ちょっと安くて150円だったんですよ。だからまあ、美味しそうだなと思って。なんかナンみたいなこと書いてたかな。僕ナン好きなんで。まあ美味しいけど、まあでも、うん。次は買わないかなって。他にもね、いろんな美味しそうなパンがたくさんあったんですよ。他にもまだ3つあるんですけど、それはまた、ちょっと夜、ご飯として食べよっかな。いろいろね、買ったらね、めちゃくちゃ高いからさ、そんな、買えないなと思って。これでもね、1200円とかだからな。めちゃくちゃ高い。しかもこの前にね、ドトール行ったんですよ。この、どんぐりに行く前に。今日は、普段買わないものを、奮発しようってね、決めて行ったんですよ。だから、普段買わないこういった外食を、まあ、外食なのかわかんないけど、買ってみました。テイクアウトで。店の中で食べるご飯ね、苦手なんですよ。なんか、家で食べたとか、一人で食べたいんで、一人というか、まあ、知り合いだけというか、知らない人のいる場所で食べたくないんですよね、あんまり。緊張しちゃうんで。だからまあ、テイクアウトなんですけど、ドトールもテイクアウトで車で食べました。まあ、やっぱね、たまに自分が普段やんないことをやるっていうのは、人生にとってはとてもいいことですよ。僕も、もともと、本を全く読まない人間だったんですよ。大体ね、中学卒業するまでに、教科書を除いた活字の本、文字だけの本は、一冊しか読んだことありませんでした。しかも小説。まあ、めくったことあるけど、一冊丸々読み切ったっていうのはその一冊だけ。漫画はよく読んでたんだけど、活字は読んだことなかったんですよ、ほぼ。でも、本を読むきっかけになったのは、まあ、たまたま図書券をもらって、じゃあ普段買わない本、買おうってことで、活字の、分厚い本を買ってみたっていうところがスタートなんで。いやー、あの一回がなかったらね、僕の人生は多分終わってたと思いますね。やっぱ本読まないと、なかなかね、人間頭良くならないんで、本読まないとね、本当にね、バカのままでいることになっちゃうんですよね。なかなか本読まずに頭良くなるのは、至難の業ですね。経験だけで知識とやり方を覚えるっていうのは。相当金持ちないと多分無理ですね。まあなんでね、こういった普段絶対買わないミーハーの食べ物を、食べることで、ミーハーの人たちの考えを身につけるっていう感じですね。いやーでもわかんないな。ドトールでタピオカドリンクを飲んだけど、言うほど美味しくはないんですよ。まあ僕の好みに合わないっていうだけだと思うんですけど、僕が家で飲む1パック5円のリプトンのティーバッグに牛乳を半分入れて作ったミルクティーの方が断然美味しいんですよね。それだったら多分1杯、まあ牛乳は結構入れるから、多くても100円くらいですよ。一杯100円。いや、100円いかない。10円で10円。10円で10円。15円かな ?15 円。もうたまにティーパック2回使うんで、12.5 円かな。まあ外食は手間賃って言うけれど、さらにタピオカが大して美味しくなかったんですよ。この前すごいちっちゃい米粒くらいのタピオカを買ってきて家で作ったんですけど、そっちの方がね、全然美味しい。タピオカって塊がでかくなると、タピオカの味がすごいして、美味しくないんですよね。あれってもう、タピオカ自体って味別にあるわけじゃなくて、なんかすごい小麦粉というかなんか粉を固めたものの味しかしないじゃないですか。あんな美味しくないじゃないですか。でっかいとね、やっぱ美味しくないですね。まずいってほどでもないけど、あ、うまいって感じるものでもない。ちっちゃいやつは美味しかった。じゃ食感のためだけに入れるものですよ、タピオカは。味が伝わっちゃうとダメ。それであの400円ちょいでしょ?高すぎでしょ?で、外食って手間賃がかかってるって言うけどさ、手間賃を加味しても飲みたくないよ。例えば僕がいつも飲んでるミルクティーとタピオカドリンクあったら僕、いつものミルクティー選びますもん。どっちもタダですよって言われたら。別にあれ美味しくないし。だから、みんながタピオカドリンクを飲んでる意味がちょっとわかりませんでした。で、ドトールのね、ミルクティーはね、
味がすごいね、高いリッチな味わいでしたね。なんか苦味というか、なんかコク、なんていうコクというか、茶葉のね、味がすごい香るんですよ。だからあんなね、高い茶葉の味をね、うまいと感じる人はね、ドトール使わないと思うんですよね。普段から茶葉をさ、急須に入れてさ、飲んでるって人ならまだわかるけどさ、その辺のさ、一般人があの味が美味しいって感じられるとは到底思えないんですけどね。で、ドトールのサンドイッチも食べたけど、あれでは400円。ならこっちの、どんぐりのパン食べた方が全然美味しいですね。あっちは切って挟むだけ。どんぐりのパンは、もう店先で作って出来たてを出してるんで、品質が違うんですよね。手間も違う。で、こっちの方がまだ安い。高いけど。ということで、ドトールは、なんか、高いなっていうお話でした。まあ、ドトールってもともとコーヒー屋さんだから、コーヒー屋さんだよね。ドトールのコーヒーを飲んで判断しようかな。コーヒー豆売ってたんで、あとパックのコーヒー、それ買ってきて飲んで、今度判断しようかなと思います。じゃあまあ、月に1回くらいはなんか適当に外食でもしようかなと思いました。はい、お客様。さっきパンを3つ食べたのに、だからもうちょっと食べたいと思ってしまいました。カズイロです。でね、もう一つのバージョンは、まずがなんか、こんなお菓子っぽいやつ。これはちょっと後で食べようかな。コロッケみたいなやつ。フィッシュサンドだ。フィッシュサンド。ほら、フィッシュサンド。フィッシュサンドね、僕結構好きなんですよ。で、マクドナルドハンバーガーとか、まあ、マックとか、ハンバーガーショップだと僕はフィッシュサンドが一番好きですね。厚切りハムカツサンド。ハム？これハムなの？分厚い。めちゃくちゃ分厚い。フィッシュサンド食べようかな。これがね、200円くらいだったっけな。この量で200円だったら安いとね、思っちゃった。ドトール行って他の高いパン見て後に、この量で200円なら安いじゃんってね、思っちゃった。その時。完全にもう、金銭価格が。まあ、まあまあかな。まあ普通って感じですね。特別リピートするほどの特徴はないですね。はい。じゃあ残りはゆっくり食べようと思います。はい。車中泊で冷蔵庫持っていこうか、ちょっとね、検証してみます。これ今満タンに充電しました。コンセントをつなぎました。で、これはね、牛乳パックはね、2つくらい入って、あとちょっと薄いのだったら入るくらいのサイズなんですよ。だからね、正直大した大きさじゃないんですけど、はい。フル充電であと9時間使えるそうです。いやー、これどうかな。これ持ってっても使うかな。電池足りない気がするんだよな。充電端子が1つしかないからさ、そんな冷やすものあるかな。9時間冷や、いやーでも、例えば半分はパソコンで充電して、半分はこれに使うとしたら、4時間とかでしょ？ 4 時間冷やしたところでって感じだよね。ねえ、4時間冷やしてどうすんのって感じだよね。ちょっとまあ、一応どのくらい動いてるか、検証してみます。今、朝の9時くらいですね。どんくらいで電池切れるかな。